皆さんこんにちは、タレントの百太郎です。本日はですね、チーノ食品さんより展開している店舗のご紹介をいただけるということで、ここ東名高速道路下り線足柄サービスエリアに来ております。天気が良くて空気が澄んでおりますね。では早速行ってみましょう。あ、ここですね、わっぱ屋さん。いや、メニューがたくさんあるな。美味しそうですね。行ってみましょう。こんにちは、タレントの百太郎です。こんにちは、シーノ食品わっぱ屋の上野です。上野さん、あのわっぱ屋さんで本日美味しい料理をご紹介いただけるということで、はい、こうメニュー見てるだけで楽しいんですけど、はい、たくさん種類ありますね。はい、当店はわっぱ飯13種類とメニューを豊富に取り揃えております。わっぱ飯は店舗によって限定メニューもあるんです、うん、ご希望のお客様へはふかしたてのわっぱ飯をご用意しております。あ、そうなんですね、13種類もある。そして今蒸してる状態なんですかね。はい、百太郎さんに出来たてほかほかの当店限定のわっぱ飯を召し上がっていただきたいと思います。いやー、本当ですか、嬉しいですね。もう朝から何も食べずにお腹ペコペコできたんですよ。この13種類の中から何が来るんでしょう、楽しみです。はい、ということで蒸したてほかほかのわっぱ飯をいただきました。早速開けてみたいと思います。いや、美味しそう。はい、こちらは当店限定のマグロシラスわっぱとなります。海鮮を使ったわっぱは当店のみで新鮮で美味しいと好評をいただいております。特製ダレに漬け込んだマグロと、はい、駿河湾産シラスを乗せた限定の海鮮わっぱです。海鮮わっぱできましたが、上野さん、はい、いや、しげちゃん、はい、僕の気持ちは分かってますね。これはどちらから食べた方がいいんですか。はい、シラスから食べていただいた方がよろしいかと思います、はい、マグロがちょっと味が濃いので、シラスはあの昆布醤油であっさりとお召し上がりいただけるので。なるほど、適量にかけていただいてるんですね、はい、それでは生姜と混ぜて、錦糸卵も入ってる、はい、あと水菜かな。いただきます。うん、いや、体に染みる、美味しいですね。あとこのわっぱって器のこと言うんですかね。はい、薄い木を丸くこうかたどったものをわっぱ、うん、なるほど、蒸すことによってこの木の香りが程よく香って美味しいですね。食欲をすすります。はい、うん、すするそそります。そそ美味しいですよ。わっぱは木の容器でできており、お米から出る水分を程よく吸収し、具材やお米をより一層美味しくさせているんです。わっぱ屋ではこだわりの詰まった食材を使用してわっぱ飯を提供しております。お米はもち米や爽やかな甘みが特徴の御殿場コシヒカリなどをブレンドし、かつお節、煮干し、昆布で取った釜出しで炊くご飯はわっぱ屋の要ともいえる強いこだわりがあります。いや、そうなんですね、熱意がものすごいビシバシ伝わっています。こうご当地のお米を使ったり、こんな美味しいわっぱ飯をですね、この屋外、空気の澄んだところで食べられるなんて、これからの季節にぴったりです。そうですね、お天気のいい日は富士山も見えますので最高のスポットです。百太郎さん、まだまだ紹介したものがあるんですけれども、うん、いや、本当ですか、はい、まだあるんですか。これはちょっと楽しみですね。それでは皆さん、また後編お会いしましょう。